トップレベルの長距離選手を指導してきた金哲彦さんによるランニングクリニックが静岡市で開かれました。ランニングクリニックには小学生から60代まで幅広い年代の一般ランナーおよそ130人が参加し、マラソンを完走するコツや走る姿勢などについて学びました。下から突き上げてるので引っ張ればいいです。ただし結構強く引っ張らないと元に戻りません。実践トレーニングとしてミニ駅伝が開かれ、参加者は5人1組のチームに分かれ競技場内を走りました。筋トレをやってみて、あ、このように筋肉が動くんだって、あ、走りやすいなっていうのをすごい実感ができたんで、これから練習前に筋トレをやってみようと。自己ベスト更新ってすごいドキドキします。更新しました。金さんはランニングを楽しむコツは無理せず長く続けることだと話していました。